はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、難関高の算数。筑波大附属駒場中学校の周期算の2回目ですね、これね。もうすぐやります。さあ、表裏のあるコインが何枚かあり、初めはどのコインも表が上を向くように重ね。さあ、これ1って書いてありますが、これ2です。ね、1はね、前回やってますから、まあ見てない人がいたら、ぜひ見てください。さあ、カッコ2です。コインが2枚です。今度ね、前回は3枚でした。2枚重ねて1回ね、どちらも表が上になるように重ねていると。で、そしてどんな操作をするかというと、1回目の操作は一番上の1枚をひっくり返す、1枚だけひっくり返すんです、上の。で、2回目の操作は、その上で上から2枚を重ねたままいっぺんにひっくり返すんです。だ、3回目の操作はまた再び一番上の1枚をひっくり返す。この後は同じように2枚を全部ひっくり返して、その後1枚ひっくり返してと繰り返して操作を続ける。さあ、この時操作を100回繰り返した時、2枚のコインはそれぞれ1枚目が表か裏、2枚目が表か裏、ね、どちらが上を向いているか。2枚のコインを、ね、1枚目も2枚目もこれくっついてますよ、ね、表を丸として、すると丸×丸×とくっついてるわけです。ただ1回目は、1回目は1回目の操作は1枚目だけを、これをひっくり返すわけです。×丸で、ここは同じ。さあ、1枚目を A、2枚目を B として、最小のは丸丸。ただ1回目の操作は、これだけがひっくり返ります。さあ、×丸丸×になっています。今度2回目の操作は2枚ともひっくり返します。そうするとどうなるかっていうと、こうなりますから、×がここになって、ここが丸になって、ここがここになって、×が下になる、×丸になるわけです。変わらないんだね、これね。そしたら今度は3回目は上だけです。だからここが丸になるだけ、下は変わらない。と、今、丸、×、丸、×って並んでて、今度4枚目、2枚ともひっくり返しますから、×丸、×丸となります。××に変わっちゃいます。5番目、2枚とも、ごめん、ここは書かなくていいね。これをここだけね、1枚目だ、ここだけ変わる。丸×。さあ、今度丸×。丸××丸。いいんだな。いいんだな。今ね、これを2枚ともひっくり返す。そうすると、丸×。で、こっちもひっくり返しますから、×丸。丸×になるね、今度。また同じだね、これ。6回目。さあ、そして7回目はこれだけ。だ、また××になります。さあ、8番。8回目。8回目は、×丸、×丸だったのを2枚ともひっくり返しますから、これ丸○になりますね。ね、丸○。さあ、そしたら今度、1枚目だけをひっくり返しますから、×丸。で、10番目がこれをひっくり返すと、×丸をひっくり返すと、×丸になるね。これとこれ。そうするとね、ここも一緒だよね。で、その次の1枚目ひっくり返ると、丸×になって、次が××になって。だから、この、周期ね、
丸×から始まってこの8回目の丸○で周期なんで、だから、8で割っていけばいいわけです。何を聞いてるかっていうと、操作を100回繰り返した時に2枚のコインはそれぞれ1枚目が何で2枚目は何ですから、100を8回周期で回りますから8ね、これね。で、8で100割る8、12余り4です。4余るのは1余ったらこれ、2余ったらこれ、3余ったらこれ、4余ったのがここですから、100回目はどちらも裏ですよ。だから1回目、1枚目は裏、2枚目も裏ということになるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。